おはようございます、ジャン君。もうおはようって言うと必ず移動してしまうジャン君ですが、パンちゃんはいてくれてありがとう。パンちゃんおはよう。パンちゃん。はい、パンちゃん。パンちゃん、パンちゃん。ジャン君はまたおトイレに入っているんですね。1回目でカウントしていいのか、僕らが寝坊したから分かんないな。トイレの頻度が少し多いっていう具合かな。ちゃんと数えとけばよかったね。ジャン君、お水いっぱい飲んでね。ジャン君。ジャン君、意外とお水好きなのかよくわかんないけど、よく飲むよ、うちの子たちは。ジャン君。ね。薬の時間なんですよ。待ち構えてるから来ないな。わからんふりをして。はい、今日起きてから3回目です。まだ1時間と経っていないよ。じゃんくん。出ないね、出てないね、この感じは。今泣いたのはポンちゃんです。はい、ポンちゃん。ポンちゃんおいで。ポンちゃんは開けてあげないと。来ないんですよ。はい、ちゃんかいで。はい、で。はい、おかえり、ポンちゃん。全部ご飯いった。あ、水か。全部。おや。はい、じゃあ、か。はいしょ。薬はまだ飲んでないけど、寝てもいいんだよ、そこで。ちょっと遅くなるけど。はい、こっちへね。はい、4回目。やっぱ多いね。おしっこしたいけど出ないっていう感じがずっと続いてんだね。弱ったな。でもお腹にはそんなに溜まってなかったっていうから、全然出ないわけじゃないんだよね、きっとね。でもなんか残ってる感じがするんだね、ジャン君ね。治らないのかね。ジャン君治ってほしいな。ジャン君。薬飲みたくないか？でも全あ然いで、この間平あい気で。だったよ。ねえ、ジャン君。じゃんくん。はい、ブラシしましょう。はい、これやりましょう。はいで。じゃんくん。なんか変だなって思ってんのかな。あいや。おいで。気づいちゃったか。ちょっとさっき黒犬パパなんか挙動不審だったわね。
なんかされると思ってるね。なんか普通に待ちます。ご飯を食べたりお風呂に入ったりするので YouTube に支度よ。ずっとジャン君のが流れてたね、この間。ここを選ぶとそうなんのかな。そうだ、そうだった。私は後から来たから分かんない。ちょっとここで選べばいいんだね。ああ、アンズちゃんがすごい可愛く映ってたよ今。アンズちゃん可愛いね。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。いいじゃん、くん。はいよ、アンズちゃん。アンズちゃん、今日注射なのでケージの外出ないでおいてもらえるかな。出かけるまであと2時間あるんですけど、一度外に出て隠れられちゃうとちょっと厄介なんですよ。なんか朝だから遊べるのかなと思ってるでしょ。そのまましとこうかなね。駐車行って帰ってきたら遊べるよ。いや、遊んじゃダメって言われるかな。ちょっと今日は我慢しようかね。どうする？大丈夫？ちょっとなでなでする。俺はまあ2時間あるからね、最初の1時間でちゃんと戻れば。じゃあね、外に出るって感じよりもここでなでなでの練習しようか。はいはいはい。ちょっと手が踏み踏みっぽいことをするようになってきたね。
間でやっか。昨日の深夜、ケージの中で寂しそうに泣いたそうです。まあ寂しいからかどうかは分かりませんが、それからケージの中を、上行ったり下行ったりちょっとバタバタしたようですが、これも寂しいからかどうかは分かりませんがね、出たかったって感じなんですね。ケージの中から出たくてアピールしたのかもしれませんね。最近は外の時間が長くなったからね。あとはいつもの遊ぶ相手がもういませんが、ジャン君とポンちゃんに遊んでっていう風に言い出すでしょうか。ポンちゃんはちょっと厳しい子なので気をつけてね。ジャン君は遊んでくれるかもよ。掃除をしようかな。ちゃんは診察台の上でさ、うん、ネットから出せるかな。あ、どうかな。ちょっと考えておかないといけないね。そうだね。手で押さえてっていうのが、うん、そこまで信頼を受けてないかもしれないから、だからネットのままにしてもらおうかな。なるほど。ちゃんとね、すごい喜んでガロビンガロビンしたり手続きしてきたりするけど、どうなるの。まだ普段はね、うん、言ってくるとかではないので、この間初めてさ、ご飯じゃない時に知り合ってきたけどね、うん、まだ微妙かな。まだ微妙だよね。逆に今までのケースだと、病院でちょっと怖い思いをした時に、まあ、お医者にすがってきて、そこから仲良くなるってことはあったね。究極の選択で、この状況だったらもう頼るのはこの人しかいないみたいになった時に、ちょ
絆ができるっていうパターンはあると思うんですよ。でするとなんとか真央さんの方が近いのでネットから、出さなきゃいけないんだったら手で押さえたり抱っこっぽくしながら出すと、先生にはまだちょっと慣れきってないっていうのを伝えて、一番微妙だね、それがね。でも、ラブシオ君の時の注射の時に、割ってどのくらい慣れてる時に連れて行ったんだっけね。だったかな、ちょっと忘れちゃったね。いろいろありすぎて。どうだった、なんか後でちょっと動画でチェックしてみようか。動画がすぐ見つかるかな。それは見つかるかな。いっぱいありすぎて。一応タイトルに新注射って書いてると思うよ。失敗しています。これをもう閉じちゃって、うん、でもあの穴から出られるんだよね。あ、出てきた。ジェン君が行ったら出てくれるのか。はい、で、はい、で、なんかジャン君が守ってる。アンズちゃん。なんか目の箱からシュルシュルって出てきたなって思ったら、アンズちゃんのとこに入っていって、なんかジャン君が守り中。また奥行っちゃった。ジェン君、ちょっともう一回呼んでくれないかな。
だいぶ待ってる人がいるね。お昼の開放時間になりましたので、はい、じゃあシアン君どうぞ、いらっしゃいませ。はい、アンズちゃんおいで。アンズちゃん、おいでおいで、おいでおいでおいで、おいで。ちょっと取ろうとしてるね。はい、出てすぐなでなででも OK になったね。ご飯は食べてませんね。あ、そこそこ食べて。なんかさっきね、赤ちゃんもね、上で出てきてる。あ、うん、なぜ足の間に入った？シオン君が足に挟まれたようなわざと。ぐるぐる回ってますけど、この甘え方が伝統なのかな、君んちは。ってことはラブくんも今頃やってるね。シャン君見つけた。あ、シャア言った。どうした、シオン君？なんでなんでなんで、変な夢でも見たか？どうしたの、シオン君？どうした、なんか調子悪い？うん、どうしたの、どうしたの？どうしたの？なんかあった？シアン君？どうしたかな？どうしたかな？うん、何？シアン君？シアン君？はい、シアン君、
よいしょ、メガネかけ直してみようか。このメガネに変えます。よいしょ。しおんくん、しおんくん、おいで。ここにはポンちゃんがいるよ。ポンちゃんはメガネ関係ないみたいだね。シオンくん、ポンちゃんはそこにいるんだ。今ですね、このメガネ、これちょっと置きに来ただけなんだ、ごめんね。カバンの中に普段かけているメガネを、入れて、これは簡易的に使っているメガネなんですが、これをかけて近づいたところ、シオン君にシャーを言われてしまいました。ここで今もまだ警戒しているね。ここで、さすがにこれとこれでは違う人に見えたかな。いやらしいメガネだったね。お父ちゃんご飯食べ終わって帰ってくるよ。あ、カロリン、はい、はい、これ、あれ、よいしょ、はい、ひょーん、これで遊んでてね。あれ、はい、いいかね。しおくん、体調子悪いんじゃないね。大丈夫だね。ね。びっくりしただけだよね。しおくん、別に体が痛いとかなさそうだね。寝起きで変なメガネ見ちゃっただけだね。すいませんでした、変なメガネで。ああ、こぼした。うん、出かけるから早く行ってきてほしいな。なずちゃん、なずちゃんの散歩、しおくん呼べるかな。
せしました。はい、ジャン君。はい、ジャン君だ。はい、はい、結局ですね、よいしょ、 YouTube の機嫌あんまないね。どうかわかりませんが、ジャン君が戻る気配がないので、ジャン君、ポンちゃん、はい、これからまたお風呂に入りに行くんだということに、また後でね。さて、ご飯を食べてる間は、あんな感じでしたがっていうのはここでは見えてないんですけどね。これから今度はお風呂に入りに行きます。お風呂に入るのにまた YouTube、 ちょっとうるさかったよね、さっき大きな音だったね。ちょっと音を小さくして、続けて愛で治療する。あ、これ今日出したやつか。どっちがいいのか。あ、これジャン君が続くやつのがいいんだよね。じゃあこっちか。これで、これさ、今日アップ朝アップしたやつだよ。いいか。ちょっと音を小さくしよう。ジャン君が大きい。こんなもん。さあ、お風呂入ってくるんですよ。そういえば、この動画でジャン君があの泣き方をしているのが映ってんだったね。この辺にしようか。この辺。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、ちょっとジャン君の相手してあげてくれる？はい、お願いしますよ。はいはい。ちょっとお風呂にかけるよ。薬待ちしてますよ。あ、で、どちらですよ。大丈夫。すごくいいよ、じゃなさそう。あら、ワンちゃん。ワンちゃん。ワンちゃん。ワンちゃん、ワンちゃん。ジャン君に甘えるモードになりましたけど。ジャン君。さしてあげなさい。はい、してあげなよ。ジャン君、ちょっとご飯食べてくるからおとなしくなっててほしいんですよ。すぐだから、お願いします。
生も帰ってくるよ。はい、はい、行きましょう。お部屋に入りましょう。あ、ポンちゃんがお部屋の真ん中にいます。はい、いい子だね。ポンちゃんいい子だね。お兄ちゃんが大泣き。おお、大変なことになっている。お皿が落ちています。はい、テーブルの上のお皿が落ちやすいね。シリシリしてるな。はいはい、なんかポンちゃんもちろん帰ってくるよ。あ、ポンちゃんのシリシリが、はいはい、ポンちゃん、あぶにゃあぶにゃ、ポンちゃんシリシリ、かわいい。それでも。はいはいはい、よせてきよ。はい、どうぞ。はい、行ってください。はい、ジャン君。はい、どうでしたか。どうでしたか。この動画役に立ちましたか。はいよー、へいへいへい。さあ、お風呂上がってきたらここに乗って甘えます。ジャン君、YouTube で音を出すのがどのぐらいの効果が上がっているかまだ今のところわからないんですけれども、動画がね見てないので、多少なりと違うんだったらそれを続けてみて、どうしてもダメだったら等身大人形、おじさんがもう一人、嫌だなぁ、おじさんがもう一人家の中にいるのは困るんだけど、ジャン君。それに、着古した
T シャツを着せて置いとくというのもちょっと面白いのでやってみるっていうのもあるけどね。ただ必要なくなったおじさんの人形どうしよう、もしも。心配してるんだよ、ジャン君。こうやってると本当に精神が安定してるんだけどね。